はい、皆さんこんにちは、ゆうひしです。いつもご視聴ありがとうございます。ようやくですね、魚釣りに行けます。まずは皆さんのおかげで、今年もボディメイクの大会いい結果が残せました。本当応援ありがとうございました。今年はね、ボディメイクの方にね、全振りしてて、魚釣りに行った回数はほんと少ないですね。磯とか全然行ってなくて、船の方が多いですもんね。こんな年はあんまないんじゃないかな、今まで。大会も3つ出るってことで、かなりね、プレッシャーかけてて、今までより一番自分と向き合ってこう真剣にやったんじゃないかなっていうぐらい、今年ボディメイクの方に、ね、力を入れました。トレーニング中のね、怪我も多かったし、コロナにもかかったし、あと気失ったりとかね、大会前にね。そのぐらい、追い込んで自分と向き合ってやりきったっていう感じで、かなり気が張ってたっていうか、ピリピリした生活を送ってました。三つ目の大会が終わって解放されたっつって、こう張り詰めてたものがね、こう緩んでね、二回目のコロナにもね、かかりました。大体大会終わったらね、熱とか出る人は多いんですよ。体調崩したりとかするんですよ。大会終わってプレッシャーから解放されて気が緩んでね、病気になるんですよ。ただ熱かなと思ったんですけど、コロナっていうね、しかも二回目、半年後に。ようやくこの忙しい毎日というか、ピリピリした生活が終わったので、ようやく魚釣り行けます。かなり長い間ね、視聴者の方待たせたんで、みんな大好き男女群島に行ってね、喜ばしてあげようと思ったんですけど、ちょっと天気が悪いのと、雨とかあったんで、行ったところでいい釣りはできないのかなって判断して、今回第一希望の男女群島は、なしになりました。で、まあ、比較的天気のいい平戸のね、サスキャのところにね、行こうと思います。いつもの相棒のエンターとね、二人で、行ってきたいと思います。自分は朝から行くんですけど、エンター夕方から合流して、で、またちょっと違う場所に、背上がりして一泊二日の磯釣りっていう感じになります。今、平戸も大きいね、シラが上がってたりとか、ヒラマサもちょこちょこ上がってるんで、期待はしてるんですけど、ちょっと俺自体がね、釣り相当久しぶりなんで、リハビリ兆候的な感じなんで、シーラーが2、3匹ぐらい遊んでくれたら嬉しいなっていう、そんな感覚でいきます。磯釣り自体がめちゃくちゃ久しぶりですね。いつ行ったんやろっていうぐらい。道具の準備もね、いろいろしてたんだけど、どこに直したっけとか、いろいろあって、何がいる、これがいるとか、ちょっとわかんなかったですもんね。U フィットネスからね、今度は U フィッシュの方にね、世界が変わりますんで、ね。昔のね、魚釣りの感覚を取り戻しながらね、今回やっていきたいなと思います。なんか釣れるでしょ？そんな気がします。魚はなんか釣れると思います。じゃあ、頑張ってみます。渋井のマルキン。餌を買ってきます。餌買いました。平戸に出発です。さあ、久しぶりの佐々木さんのところですね。到着。ただいま3時50分ですね。受付に行きます。意外と寒いな。ちょっと防寒着持ってきとってよかった。寝たらこれめちゃくちゃ寒いと思う。さあ、久しぶりの佐々木さんのところです。押す。めっちゃ増えてんだけど、写真がめちゃくちゃ増えてんだけど、最近はこんな感じ。え、吉住さんや。あ、これ うちのメンバーだ。広瀬で6キロのヒラマサ、荒崎で8キロのクエ。あ、これ森さんだ。みんな釣っとるやん、めっちゃ。電気がついてる。これが船。ここに電気がついてました。これは嬉しい。
おはようございます。お疲れ様です。めちゃめちゃ久しぶり来ました。もう筋トレばっかしてたんで。今日どこがいいと思います？なんかシーラもよう上がっとるみたいですね。あ、そうなんですね。そっちがいいんですね。横島は微妙ですか？昨日はシーラが待ってたね。あ、横島はダメですか？うわぁ、迷うなぁ。一応階段に上がってうろつこうかなとも思っとって。さっきも行き慣れてないもんなぁ、ね。迷いそうっすよね。うろ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 して。うわぁ、冒険するか、安泰で行くか。階段行きましょうか。階段行きます。はい。多分。予想すると思う。端まで行ったら。大丈夫です。ありがとうございました。助かりました。頑張ってください。さあ無事到着しました。5時17分ですね。動いてないのと、ベイトは一匹も見回ってありませんでしたね。その日その日で状況が毎回違うということで、今日はいい日なのか悪い日なのか。今日ちょっと3本作ります。ブルースナイパーに6号タックル。ルアーはね、リークローとクレイジーワックスさんのばっかり使うんですけど、どっちのメーカーでも釣った動画にしたいんで、交互にね、いろいろ使っていこうとは思う。6号タックルに今日215とりあえずつけます。このルアー動き好きなんです。クレイジーワックスで一番好きかもしれない。このピンクのビーコン210も新しいやつで、新品で送ってもらいました。頭がピンクだからね、すごい見やすい。いやー悪くないよ。潮流れてる。本当は左流れがいいんやけどな。右に流れてるな。まあ、動かないよりはいい。ここやと思うけどなー、食うな。ただいま9時半っすね。なんもないっす。なんもないので一旦ビール飲んで様子見ですね。海を眺めます。ちょっと
何も起きねえ。びっくりするぐらい。ああ、どうしまったんだ俺は。じゃあいただきます。ああ、ぬるいビールがちょっと冷やしてなかった。ビール飲んでたけど塩がいい感じで差し込んできたけん、ちょっとジグを投げ込んでみる。ちょうど境目や。触ったな今。来ちゃった。あ、何やこれ。え？なんか追ってる、食ってくるね。練り子かもな。かかりきらんもんね。ちっちゃいんやろな。ネイリーか。完全魚やったよな。2回触ってきたけど、ちょっと針大きいんですよね。あれちっちゃくするか、新ペン入れたらかかるかもしれない。英語で遊ぶのか今日。ドスって当たりじゃなかったな。かかったけど体が軽すぎて腹筋しなかったみたいな。はあ、ダメやな。ダメっすな。きっとビールタイムだ。ちょっと移動してきました。いやー出ないわ。はぁ、あ、ちょっと大きく移動してきました。ここ最近ヒラマサがあった場所。はぁ、あ、潮はね、全く動いてないね。固定カメラちょっと置いてきました。もう偵察ってことできたんで。追っかけてこんやな。オイルもないし。ダメだ。帰ります。あ、田村歩きたくねえ。あ、暑い。汗かいた。今11時50分、昼だな。2本目のビール行っていいっすか？釣ってないけど。次のは冷やしてるんだよ。やっぱこっちの方がまだ雰囲気いいかな。あー疲れた。いただきます。眠くなるんよな、ビール飲んだら。非常に厳しい。しかも夏みたいに暑いし。ここじゃなかったか。他がどうかわからんけどね。ちっちゃい船で釣りとかしてる人もいるけど、釣れてないですもんね。なんか見てる感じ。
噌ラーメン食います。いるかな。そんな腹減ってないけど食べることしか楽しみがないって感じやね。あ、マジでつれねえ。いただきまーす。甘さじゃねえか。一回浮かせて取りに行きます。一旦弱らせて。シイラか。いや、弱そうと思うな。うわ、消えた。当たったラインが。マジかよ、やられた。
ああ、飽きられた。マジでいらんせったな。ああ、やられた。マジか。6キロ7キロくらいあったかもね。いいサイズ。最後の最後にやられた。そこの下がね、ほげとんすよね。止まるかなと思ったら止まらんやった。竿もちょっと柔らかいけん、入ったね、竿先まで。わぁ。ちょっと気を取り直してもう一回やります。いやぁ。やっぱチャンスはあるなぁ。掴み損ねたなぁ、マジ。次はちゃんとこっちで。さっきよりちっちゃいとは思う。またやられそうな気がする。もう大丈夫だ。やろう。やつか。やつっぽいな。抜き上げたんです。やつか。いいなこれ。はい、次はね仕留めました。タコやずよね。3、4キロぐらいかなって感じですね。多分やずやと思うよな。とりあえず釣れましたよ。よかった。最初のはね完全にヒラマサだった。多分大相撲の方に映ってると思うんですけど、魚はこれやずだよね。うん、まあよかった釣れたけん。おめでとう、ユキシー。ヒラマサか。いや、ヤズか。一応持って帰るか。ヒラマサやったら美味しいよね。これどっちかな？ハイブリッド？これ。顔似てんだけど。いや、久しぶりわからんの釣ったな。どっちか。ヤズよな。
ヒラゴかもしれん。それかハイブリッドか。これなんか教えてください。俺でもわからん、これちょっと。あ、逃げた？あ、逃げた！魚逃げましたね。あ、いなくなってた。魚自分で逃げましたね。まあまあいいや、あのサイズ。閉める手間が省けた。初めてあんな、勝手に逃げられたな。エンタが乗ってるはず。あれエンタじゃない？あ、多分あれエンタだわ。こんなところに猫がおるわ。現在のバレた。あ、バレた。報告してこないかな、船長に。疲れたよ。6キロぐらいのもう寄せてきて、ずっとジグで。で最後あの階段の隣の下に入ってラインブレーキ、もう姿まで見て。最悪やった。惜しかったです。惜しかった。その後ヒラゴかヤズかわからんけど一本あげて、血抜きしようと思って置いとって、ナイフ取り行って戻ってきたらいなくなっとった。多分暴れて落ちてったんでしょう、ね、そうでしょうね、うん、まあまあちっちゃかったけど、よかったけど。何回か当たったって言ったよね。あ、本当ですか。姿まで見たんですけどね。動画も多分撮れとんと思う。 あの階段に人が来ると思う。明日帰り7時になるって。うん、いやーやれた。まあまあ大きかったよ。90は超えとったと思う。俺もう取れたと思ったもん。ジグジグジグ。もう西ちゃんもジグ。トップは一回も出ないやつ。マジ絶望したわ。平松さん引くもんね、最後の最後まで。それ。全然うねってないね。一人じゃ絶対無理やったね。ふわふわ系や。ふわふわ系。ふわふわスタイル。ふわふわスタイルや今日。あと竿や。持てる。よっ。あらあらす。七時ですね。七時。了解です。頑張ります。
はい、じゃあ乾杯。乾杯。頑張ろうね。うま。夜の部になります。さあ、ルアー終了です。カゴの準備をしますか。お、と、はい、ただいま6時15分ですね。ルアーは見ての通りトップはダメですね。トップで出したかったですけど全然出ませんね。ここも雰囲気すごいいいんですけど、ベイトがいたりとか、ダツと飛びを見ました。追われてありもしてるんですけどね、なかなかルアーには出てこないですね。復帰戦、とりあえず、青もんは釣ったんでね、2匹目のやつはあげたんで、あれで、まあ、満足って満足です。はい、今日夜ね、カゴを一応遊びでします。で、明日の朝7時回収なんで、ルアーはね、投げれるかわかんないですね。30分くらい投げれるかもしれない。はい、じゃあちょっとね、ゆっくりして、カゴの準備して、エンターがメインですね。エンターの食え釣りをメインで、俺は暇つぶしでカゴ釣りして、なんか釣れたらね、動画出そうと思います。はい。まあまあ目標達成なんでね、なんか一匹釣るっていうのは、シーラいなかったね。っていうか、シーラ一匹も見なかったですね。広瀬の方は上がってたらしいですね。あっちにはいるんだけどね、こっちは回ってこなかった。じゃあちょっと準備します。疲れたよ。チーズ食う俺は。トリキランやったよな。なんかえらい元気やったよな、あの魚。最後本気出した。最後マジ、お前行き過ぎやろって言いたくなるぐらい聞いたね。取られるけんね。うん、こっちは娯楽でやっとうけんさ、命のかけ方がちげえけんさ。まあまあ姿まで見れたけよかったよ。てか久しぶりヒラマサの引き味わったけど強えわ。ヒラマサってあんな引くっけと思ったよ。男女一体だ、言ってないんやないかな。半年ぶりや磯釣りが。こんな空いたことねえ。目標は達成したけん、青もんを釣る。まあまあ、で動画的にもさ、ファイトシーン長いけんさ、見応えはあると思う。最後バラすけど。どっちも最後ね、魚がいなくなるっていうね。最高におもろい動画になる。2匹目のがおもろいよ。俺がさ、ナイフとか準備してさ、下に魚置いとってさ、さあ締めようと思って降りてったらさ、あれとか言って、嘘とか言ってさ、一人でさ、探しようもんね、魚。あのシーンおもろいと思うよ。そこが一番の見どころかもしれない。よし、ちょっと俺もカゴやるか、じゃあ。じゃあカゴやってくるわ。よし。久しぶりのカゴ釣り。なんか釣れたらいいな。カゴも船長によると全然ダメらしくて、タイは上がってないって言ってましたね。よし。一投目はね、餌効いてないからね。自己的に何かが釣れてくれたらいいなって感じ。よっ、いってらっしゃい。ちょ、かかったらまた押します。アジか。うわ、ウイボ？やば。これで入れ食いしたらもうカゴ釣り終わりや。うわ、お湯があとちょっと足りんやった。これ食ったら俺もやるよ。ウリ坊釣れたらまた寝るかもしれん。うわ、お湯がなさすぎてもう焼きそばみたいになっと。いただきますと。うまっ。ただいま1時半。
うわ、釣れとるやん。何時頃出た？あ、そう、さっきやん。あ、ちょっと大きくなったね。イサキが大きくなった。ほら。いいよ。これはうまいサイズやね。バンバン釣れよ。バンバン釣れたらいいけど。イサキやね。好きやね。うん。黒いね。しっかり飲み込んでおります。あ、逃げた。網で取れんかな。あ、もういいよ。あ、帰った。あ、帰った帰った。まあいいや。また逃げたね。3匹目も。本当やったらヒラス、ブリ、イサキがおったのに。うん。全部紙一重で逃げてっと。そんなことある。なんかしに行くタイミングで全部逃げと。と。まま回しとこうか、カメラ。あれ、いっぱいいたらまたかかるよな。すごい勢いのいい入り方した。さっきのやつは。おーら、いった。これもイサキやね。ライトつけながら。一緒ぐらいか？結局は一緒サイズか。最初、あ、外れた。一緒ぐらいやった。あ、詰めた。ちっちゃいやー。地獄だ。このサイズをずっと相手せないかん。これ多分、カゴの中に餌入れんでもかかると思う。このパターンになったらもうね、地獄なんすよね、ほんと。片付けます、ちょっと。で、朝のルアーにかけます。お片付けしましょう。おはようございます。今5時半ですね。30分ぐらい投げれるかなって感じだと思います。お疲れ様でした。値段変わってます。500円アップですね。500円。ありがとうございました。待ってきます。ありがとうございました。この終わった後の爽快感もいいよ。はい、ご視聴ありがとうございました。今日はね、朝の7時回収で、家に帰ってきたのがね、10時前ぐらいでしたね。その後、大量の荷物を洗ってね、お風呂入って、でソファで横になってたらもう普通に3時間ぐらい連続で寝てました。もう死んだように寝てました。久しぶりのね、磯釣りはほんと疲れますね。うん。ちょっとね、乾杯しましょう、今日は。ユーフィッシュ磯釣り、お帰りなさい。ただいまです。いただきます。久しぶりってね、佐々木船長とかも元気そうで、ほんと数年前からずっとお世話になってるんで、とりあえずね、魚がね、2本目のやつがね、上がってね、こうやって釣れましたってできたんで、あれだけですね、嬉しいです。1本目のやつがね、まさかのいいサイズでね、
あんなんが来ると思ってないんで、まあ、ラインブレーキして、ね、逃げちゃったんですけど、まあ、ああいう映像の方がね、みんなこうワクワクするのかなと思って、今度は自分がね、夕日が逃がしたやつ釣りに行こうとかなるじゃないですか。ああいうブレイクするよっていうのも勉強になるし、個人的には釣り上げたかったけど、もうみんなもね、魚ね、見たかったと思うんですけど、逆にああいうシーンないので、良かったかなと。あと相棒のね、ヘンタとも一緒に、おっさん二人でね、キャンプと釣りみたいな感じで、磯の上楽しかったです。佐々木船長と俺とエンター、この3人組でね、いろんなとこ行きましたし、ね、今回もめちゃめちゃ面白かったです。楽しかったです。本当船長もありがとうございました。またねこれから釣りにはちょこちょこ行こうかなとは考えてます。ボディメイクの方もね、あのバルクアップって言って、大会がないシーズンは体大きくするんですけど、しっかり食べてトレーニングもハードにやってっていう時期なんで、伸び伸びとねトレーニングにこう打ち込めるっていう、心も体もいい状態なんです。そこに息抜きで魚釣りに行くっていう感覚で多分過ごしていくと思います。次もねどこ行くかわからないです。また天気で決めようかなと思ってるんで、また平戸でもいいし、天気が良かったら五島男女の方にもねちょっと行ってみたいんで、ずっと行ってないから。はい、ということで今回久しぶりのリハビリ調校的な感じで行ったんですけど、まあ一応目標達成ということで、魚一本なんか釣れればいいなと思ってたんで、また釣った時は、ね、動画にしますんで、これからも夕日よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。We'll be right back.